オリガ・セルゲーブナ・ナリパコワは、カザフスタンの陸上競技選手。7種競技から、競技生活を開始し、総幅飛びに、転校、2007年より3段飛べを始めた。混成競技の主要大会での初勝利は2005年、アジア・インドア・ゲームズの5種競技であり、翌2006年アジア競技大会の7種競技で、金メダルを獲得した。2008年北京オリンピックでは、 総幅飛びと3段飛べに出場し、3段飛べで15メートル11のアジア新記録をマークして4位に入賞した。世界大会で初めて表彰台のトップに立ったのは、2010年世界室内選手権の3段飛べでアジア室内記録15メートル14で優勝した。2012年ドンドンオリンピックでも3段飛べで金メダルを獲得した。日本語では、聖は、ルイパコは、 名は、オルガとも表記される。ウスチカメノゴルスクに生まれた。父は、元十種競技の選手であり、オリガも8歳で、陸上競技を始めた。16歳で、初めて世界レベルのジュニア大会に出場した。オリガが出場したのは2000年世界ジュニア選手権で、総幅飛びを11位で終えた。七種競技では2001年世界ユース選手権で4位、2002年、 世界ジュニア選手権でカロリナクルフトに次ぐ銀メダルを獲得した。同年、オリガはカザフスタンの7種競技でチャンピオンになった。その後も混成競技への参加を続け、2003年にマルチスターでシーズンベストをマークして5位に入賞し、2004年にカザフスタンの室内選手権で5種競技で優勝した。主要大会で初めて頭角を表したのは2005年のことで、 9月に韓国、インチョンで開かれたアジア選手権で4位に入り、2ヶ月後のアジアインドアゲームズ5種競技で優勝した。2006年のアジア室内選手権でも、金メダルを獲得、4582点をマークして、大会新記録を達成した。同年の世界室内選手権にも出場したが、4368点で、記録更新はならず、7位で競技を終えた。 2006年のワールドカップで初めてアジア代表に選抜されたが、総幅飛びの記録は6メートル2 1で8位に終わった。ところが数週間後に開かれたカラフルテグ、陸上競技大会で6メートル6 3の自己ベストを出して2位に入った。シープシュトハーセルフビヨンドザノーマル、セブンイベンツアットザ2006年アジア競技大会では7種競技で5955点を、 記録して、優勝、総幅跳びにも出場して、銅メダルを獲得した。カザフスタンの切手になった、オリガ2007年7月、アジア選手権3段跳べで、大会記録及びカザフスタン記録となる14メートル69をマークし、優勝、8月には2007年夏季ユニバーシアード総幅跳びで、自己新記録の6メートル85を飛び、陸上競技カザフスタン勢に、 初の金メダルをもたらした。3週間後、初めて世界選手権に3段飛べで出場し、予選で4位となるが、決勝には進めず、最終的に11位となった。2007年シーズンは、アジアインドアゲームズで終えるつもりであったが、実際には出場しなかった。2008年は、アジア室内選手権で2度目の金メダルを2度目の大会新記録を樹立して獲得した。 前回とは異なり、3段とべに出場し、記録は14平方メートル3であった。ほどなく、世界室内選手権の3段とべに出場し、14メートル58で、アジア記録を更新したが、マリア・セシュタックには及ばず、銅メダルだった。北京オリンピックでは、カザフスタン代表に初選抜され、総幅飛びと3段とべに出場した。 三段飛べでは15メートル11のアジア新記録を飛び銀メダルを獲得したが総幅飛びは予選で敗退した2009年は2度目となる世界選手権に臨んだが三段飛べの成績は13メートル91で全体順位は10位に終わった今大会では制裁を欠いたがアジアインドアゲームズでは総幅飛び三段飛べの両種目を大会新記録を 打ち立てて優勝し、陸上競技でカザフスタンチームが1位になるのを助けた。2009年シーズンの最後はアジア選手権3段飛べを14メートル53で制して締めくくった。2012年ドンドンオリンピック3段飛べで金メダルを獲得したことから、同年11月8日にアジアオリンピック競技会からズルフィア・チンシャンドやイリア・イリンと共にベストアジアンアスリートを受賞した。 2010年はカザフスタン室内選手権で、総幅飛びと3段飛べの西種目制覇で幕を開け、世界室内選手権に臨んだ。決勝では、ヤルヘリスサビヌと金メダルを争い、5回目の試技で14メートル93をマークして、トップに立ち、最後の試技で15メートル14という、アシア半戦、立ア穴レベレワンに次ぐ、室内歴代3位の記録を樹立した。 2021年の東京オリンピックの開会式ではカザフスタン選手団の騎士を務めた。入場時の楽曲が RPG のファイナルファンタジーであったこともあり、民族服風の衣装をまとって更新するとお姫様、王女様のようだと注目を浴び、他国の選手から写真撮影をせがまれた。選手として出場した3段飛べではシーズンベストをマークしたが予選敗退となった。 WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高、W 追い風参考記録総幅跳びの自己ベストは6メートル85、で2007年のユニバーシアードにて記録したものである。3段跳べのベストは15メートル25で、2010年の コンチネンタルカップに適録したものでアジア記録でもある。三段飛べのアジア室内記録15メートル14も保有する。混成競技では5種競技の4582点、7種競技の6113点が自己ベストである。ありがとうございます。